ざす。早速朝からオンライン英会話してく。今日の先生はフランスのアルバート先生。今回のレッスンで、はっと気づかされたことがあってさ、レッスンの中で20代の若者と50代のシニア、どっちを雇った方がいいと思うって質問があって、俺は20代を雇った方がいいって言ったのよ。50代は経験があるけど、やっぱ仕事への意欲や成長性って面では若者に劣るよねって。で、それに対してアルバートが言ったのが、いや年齢は関係ないよ。その人に熱意と能力さえあれば、年齢はアドバンテージもディスアドバンテージにもならないよって。それを聞いて、俺は自分が必要以上に年齢に縛られすぎてるってことに気づいたね。普段生きてると、もうアラフォーなのにとか、もういい歳なんだからみたいな声が聞こえてきたり、自分でも思ったりするじゃん。でもそれを気にしすぎて自分が好きなことしてなかったら人生損してるもんね。改めて周りの意見は気にせず自分の人生を進んでいこうと思ったわ。英語のレッスンなのになぜか人生について学んだっていうね。その後は Vlog のセリフを録音して、いつもの毎日納豆健康生活ではなく毎日コストコロールパン生活したら会社行ってきました。さあ夜ご飯作ってこう。今日はうちの妻大好きメニューの一つ、ナポリタン。はい、完成。うまそう。うん、うまい。やっぱナポリタン特有の太い麺、最高だな。ご飯の後はブリーチの最新話見て、今日も京都でトーイックタイム。今回はリスニングパート3。昨日に続いてハイスコア取りたいぜ。ふう、終わった。何問か聞き取れんのあったな。これは多分あんま結果良くないわ。じゃあ採点してこか。結果は39問中34問正解。思ったよりできてたわ。でね、昨日パート2、今日パート3解いてみて思ったのが、パート3は2と比べてシンプルだね。なんて言えばいいかな、なかなか説明するのが難しいんだけど、パート2はひねくれ者で、トムのこと好きって質問に対して、サムとベンよりはマシかなってのが答えに来る感じで、パート3はトムのこと好きって聞いたら、好きってシンプルな答えが来る感じ。とりあえず会話聞いてたらダイレクトに答えが分かる分、俺はパート3の方が好きだな。その後はダラダラ YouTube とか2ちゃんまとめとか見て火曜日終了。おやすみ。
生ぬるい結末じゃなくて、しっかり最後までとことん復讐を成し遂げたのが良かったね。やっぱ悪いことやったらその分罰せられなきゃダメっしょ。上級国民だからって人跳ねちゃいかんのと一緒でね。映画の後は Vlog の編集してるんだけど、なんか妙に姿勢いいなこいつ。普段猫背なのにどうしたんだ文豪みたいな雰囲気になっとるわ。で、文豪モードが終わった後は寝るまでダラダラ YouTube の卓球動画見て水曜日も終了。というわけで8月4週目前半の俺の生活はこんな感じでした。最後まで見てくれたみんな本当ありがとね。チャンネル登録と動画への感想コメントぜひお願いします。もらったコメントは漏れなく全部返信するから、まあ気楽にコメントしてってよ。それじゃあ今回はここまで、また次回バイバイ。